ボリショイ・モスクワ国立サーカスの建物、ボリショイ・モスクワ国立サーカスは、モスクワのスズメガオカ近くのベルナーツコボ大通りにあるサーカスを指す。ロシアには、もともとたくさんのサーカスがあり、モスクワにもいくつかのサーカスがあった。その中でも現在にクーリン・モスクワサーカスと呼ばれるサーカスなどがあり、ソビエト時代の1919 19年にすべて国営化されて、 1957年以降は、ソユーズ語出力の下にあり、ソビエトのサーカスは1980年代に黄金時代を迎えている。ボリショイモスクワ国立サーカスは1971年にもともとはサーカス公園だけのための建物として建設されて、3400人を収容できて、会場の高さは36メートルもあった。この建物には5つのステージがあり、ババ、プール、 錯覚、スケート場、高校歌が入れ替われるようになっている。1990年代にはこの建物にもサーカス隊を作る決定がされて、現在200名の人員を抱えている。2007年には民営化する案も出されたが、これは大統領レベルで否定された。ロシアサーカスの伝統的な熊や、その他の動物を使った演目だけでなく、現代子たちの趣向を反映して、 宇宙飛行士の綱渡りや空中ブランコなどをする現代的な演目も入れている。また、友好国のサーカスを客演させるなどの国際的な面もある。最寄りの駅は、モスクワ地下鉄1号線のウニベルシチエート駅。車では、モスクワ大学の方面へ向かい、モスクワ3号環状道路から、レーニンスキー大通りへ降りて、ロモノソフスキー大通りで右へ降れて、 ベルナーツコボー通りで右へ曲がり、すぐ右手にある。駐車はこの通りと、ニコラやコペルニカ通りで自由に。ロシア以外で、ロシアのサーカスが公演する場合、ボリッショイサーカス、モスクワ国立サーカスなどの名称で行われてきた。ただし、これは、現在のボリッショイモスクワ国立サーカスとは直接、関係はない。ありがとうございます。